これだけで、恐れたといろんな意見が確かにあるんですけど、じゃあ、どういうふうにつながるというのは、皆さん、こんにちは。湘南 AJ クリニック新宿本院院長の斉藤と、受付カウンセラーです。よろしくお願いいたします。では、今日のお題は何でしょうか。はい、本日はこちらです。油シャンは頭皮にいいのか。です。はい。じゃあ髪の毛の専門家から言うと NG ですね。ダメなんです。で、洗うことっていうのは大事なんですけども、髪って汚れてるんですね。で、普通に外歩いてたりするとホコリとか汚れがたくさんついてます。で、お湯だけで落とせるかというと非常に難しいんですね。いろんな意見が確かにあるんですけど、1日1回は、やっぱりシャンプー、界面活性剤を使って汚れを取ることっていうのが重要なんです。頭皮の健康を守るためにね。夜汚れがついてて雑菌の繁殖が起こってて、取りきれない汚れが頭皮に炎症を起こしたりとかっていうのを起こす可能性がありますよね。で、それが頭皮につながるというのはあるんですね。のでやっぱ綺麗に洗い流すシャンプーを使って洗い流すのがすごく大事ですよね。ただそのシャンプーもやっぱりいろいろなシャンプーがありますけども、ポイントはですね、やっぱりノンシリコンですね、シリコンが少ないもの、それからあとアミノ酸系のシャンプーですね。原料がアミノ酸で、アミノ酸っていうのはタンパク質の原料になりますので、髪の毛の原料ですね。それがちゃんと界面活性作用があるので、汚れを落とすってことができるんです。頭皮にいい成分が入ってるってことですよね。逆にナウリル硫酸ナトリウムっていうのが入ってる裏の成分表を見ると、それは石油化学系の界面活性剤なので、自動車の油とかに、ね、ついたものを取るとか、ああいう強力な界面活性剤になるので、それを毎日使うのは頭皮には悪いって言われてますね。だから頭皮にいいもの、アミノ酸を使ったシャンプーで1日1回洗った方が髪の専門家から言うといいです。はい、はい、ということで、やっぱりお湯だけで落としきれないということなので、どういったシャンプーを使っていいのかわからないという方は、ぜひ当院にもこういったアミノ酸の頭皮に優しいシャンプーございますので、わからないという方は当院のものを一度でも使ってみてください。はい、はい、ありがとうございます。あと洗い方も爪を立てて洗うのは NG で、指の腹で優しく円を描くように洗うっていうのが重要ですね。あとしっかり乾かすことですね。シャンプーもついたままになってると、それも匂いの原因になったりとかもしますので、しっかり洗い流してすすいで、ドライヤーでしっかり乾かすっていうのが大事ですよ。はい、では次回もですね、髪の毛のお話を集めて解説していこうと思いますので、ぜひ見てみてください。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。いいなと思っていただいた方はグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では次回まで、さようなら。